目指すのはオリンピックよ。ミュウから電話あったよ。電話してやんなよ。待ってるからきっと。トモよりも俺みたいなのの方がいいのにな。もしもし、トモくん。嬉しいよ。練習だったのに疲れてない？うん。一つだけ約束するわ。あなたは確実に伸びる。磨けば磨くほど成長し、苦しめば苦しむだけ大きな選手になる。お前、飛びたいのか？うん。飛べるぞ、お前は。うわきっと後悔するぞ。え？いっぱい後悔して強くなるよ。みんなに話したいことがある。ある親御さんから電話をいただいた。朝日コーチがある特定の生徒にのみ偏った指導を行っているのではといった内容だった。やっと現れたあの女コーチはやっぱり俺より友を選んだ。みんな強欲で自己中で、いつも自分が一番じゃなきゃ気が済まないんだ。だからモヤモヤしたもんいっぱい抱えてんだよ。奴は一度もプールで飛んだことがない。オキツしぶきは海でしか飛ばない。どうしてプールで飛ぶ気になったんだろう。みんな聞いて、今日から MDC の一員になったオキツしぶきくん。立ってるだけですごい迫力だ。ジャンプの高さ、すごいスケート。8月にオリンピックへ向けての合宿が北京で行われる。その合宿参加の選考会が7月に開催される。選考会の参加資格はここにいる全員。お前には最強の武器があるんだと。武器？朝日佳代子はそれに気がついた。ただいまに男子高飛び込みの試合を開始いたします。契約さえ果たせば京子早く会いてえな。藤谷陽一の最大のライバルにして最強の敵山田敦彦だ。ピンキー山田だ。海盤がピンクだった。おっ、 MDC の新入りが登場か。お手並み拝見。俺はここで止めてくる。